もう十分、あ、十分なもね、ホームランの人も知ったいと思ったが、だんだんおらんなってしもてね、そうですか。ほい、どうよというような、そういう簡単な話がするとおらんなったで、おねえ。らんなった。けんど、これはもう知らないわよ。自然じゃけ。すみません、もう一度お名前を竹千五郎。五郎さんです。私は23年生まれですけど、何年生まもうじゃれ？8年だもん。昭昭和8年。和8年ですか。あ、すごい。それはそれは。だから、何、ホームランの方の見てたら、過ごしやすいって思ったけどね、ようらんなって、おうちの方に出て行っても、ほら、おかしい話だけど、年齢の等しいものと話すのと、現代の若者とはちょっと違うろ。で、話が合わんとは言われんけど、現代の世の流れに沿ってよいかになった。全く。昔はここから家へ出るとしたら、ここでずっと下へ歩いて、放水路まで道が多分あったんですよね。